FFRR は A デッカが開発した高音質 Hi-Fi 録音の略称及び登録商標である。LP 第1回発売には JS バッハ作曲、ブランデンブルク競争曲第 4&6 番、同作曲、還元楽組曲第3番があった。前期のレコードはいずれもカール・ミュン・ヒンガー式、シュトゥットガルト室内還元楽団の演奏によるものである。 このことは同演奏者による JS バッハ作曲音楽の捧げ物の1954年10月のステレオ録音版の CD のライナーノーツより発売。CD 番号悪度 -3910 に記載されている。LP 版第1号はエドアルト・ファンウェーヌム式のアムステルダム・コンセルトヘボー管弦楽団の演奏によるブラームス作曲の公共曲第1番だった。 日本とアメリカでは登録商標の関係上、A レッカ原版のレコードはすべてロンドンレーベルにて発売された。これは1998年に A レッカがユニバーサルミュージック参加になるまで続いた。ありがとうございます。